集合時間になったな。オイラ呼べ。場所は綾香ヨエミア。もう来て。おはようございます。グザビエさんからおき、うん、昨日別れた私も一緒に行きですので。そしたら歌劇場のそばでからくり人形が二人踊っとったんや。しっとり。そうそう、私たち。それから彩香ちゃん、最初はなかなか口を開けられへんかったけど、気ぃついたらもう。私は心の中で旅人さんにできたのだから。私たち。フォンテーヌの海底は実に綺麗ですね。水中です。稲妻では見たこと。シュッシュって。ああ狩猟島へ。とプク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 獣って名前。ヨイミヤさんは。自分でもせやけど消す。永遠の殺。お兄様はグザ。他のか。来たわよ。すまない遅く。な、うわぁ皆さん、おはよう。誰かコーヒーを頼んでくれな。私がお持ちしましょう。行かないでここに座って、メイクするから。干したらうちが行くわ。これも。彼女は本当に元気だね。何か。いや意味やわ。そんなわけないだろう。おおなんと神を演じてたと。クリーナ監督。わあありがとう。皆さん時間通りに来。こちらの支配人と話がまとまりました。ホテルの2階部分。本当か、よかったな。ええ、支配人の方はこの英雄では。グザビエさん。わかりました。まず皆さんに新メン。こちら我がクルーの道具係。こちら我らが。おお。まずは昨日出資者だが、思いがけないことに。そうおっしゃらないでくださいグザビエさん。稲妻にいた頃からあなた。今後僕は作品のために来たわけだけど。とにかく皆さんに。これは俺一人だ。さあフリーナ監督、現場は。ああみんな最初に撮るし。おお。みんなちゃんと。よしこうだ。まだ少しトラウマがある。とにかくオイラたち。ここに置けばええんか。もう少し左。よっしゃヨイミヤ手伝うか。いや平気やって。確か。ん？それもあるけど、あんたらはずっと一緒に旅しとるし、協力したら。なんやそうやったんか。ヨイミヤさん、あっちの照明もお願いします。任せとき。ほなちょっと手伝ってくるし。ヨイミヤはほんとどこに。なあオイラたち。イヒヒ。あやかから話しかけないで。物語のこの無邪気。私の目元のし。君の目つき黙ってこれが銃の。銃の見た目を真似てつく。よくできてる。本や新聞で撮影で必要。つまりそうです。レオユーベロニカだが、銃の歯車と撃鉄。それと。わかりました。さすが主。自分の銃器。私もそうすれば。かん。二人は共通の話題を。私が使っている銃。はい。まず最も。わかりました。銃を構えるときはこうです。まあそんな。これがあなたの。ま、うん、これがあなたの末路。うん、ちょっと失礼します千織さん。フリーナ監督、ご相談があるのですが。ん？なんだい？こうです。うん、どう思います。うん、み、その方がふさ。そっか、ほほん。お、なんだ？今から行ってみましょ。何か？
担当直え正確には私の役をシュブルーズでも心配いらない。もともとは役を譲る本当に監督の立場からも原作の劇中の兄は事件で主導権を握っていて血気盛んだ。でもそしてもちろんそうは言いましても確かシュブルーズはうんよし証明ああシュブルーズさんそれは言い過ぎだ。私はこの役お兄様のお考えがあってのことなら行きましょう。シュブルーズでいい。これで私が悩んでいたメイクの難題ご冗談を。それよりよく言うですが私はあの子にはいはいあやと残念だぞ。お二人とも実を言う。ええカメラマン行ってください。うん安心してくれ。はいよし各自持ち場について。これはシュブルーズは姉。じゃあ全員静かに。はい姉さんきっと遠回り。アイリスチューリップお母様ずっと帰ってこなくて私も姉さんもすごくごめんごめん。でもちゃんと帰ってきたでしょ。お母様そえ朝おでも朝はじゃあきそれよりお家でた、はあ、どうしたの？アイリ実はしかもアイコ私たちの大丈夫誰が何をあなたたちの今はまだ今の土壌にカットうんいいあそれからスクリプターあいや私は別にお二人とも演技がお上手です。励ましのさあここは主役の二人が家に帰ってきて母親が殺害されている。お母様お母様いないの？どうしたのね？アイリスえどうして姉さんこのティーカップこのカップのデザインの どこだっていいわ。でも復讐してやるのよ絶対に。でも今じゃない。お母様の亡骸をこのままにしておくわけには。せめて胸元にローズを。私たち分かったさようなら。かーお見事めっちゃ私もこれはこの子をみんな静かに。腕は疲れてないか？ずっとカメラを構えて。二人ともご苦労だったな。シュブルーズもな。いい演技だったぞ。ああそれでどうだ。お、事件の手口物語の主またいたその通りだ。え特に旅人はどう思う？ありがとうそうと決まれば。え価値のある情私の好きな。で今からどこへ調査に行くんだ？まず部品を変える工房に行こう。犯人が銃を自作していたらそうした場所に立ち寄った可能性は高い。レシュッツのクロックワーク最近特殊な特殊な部品というとゼンマイ仕掛けのおもちゃ。それは難癖をつけに来た。正直個人で部品おもちゃを買う人は。そうかどういたしまして。ついてこいなんて言ってないよ。ん？シュエスタブレさん。ああ、事件の調査かい？今のところ。え？
金にならないからさ。では、いいよ。そうか。いいっていい。これといった情報はな。今のところは。え、いいのか。うん。私は。属性を見下ろせ。今いいか。一つ何も知らん。そうかま、みんなさ、信じていい。これがその証だ。嘘だろ。特巡隊の隊長が一般人に賄賂を。普通のケース。何が知りたい。最近銃、銃声か。多分ね。誰かの家。具体的な位置はよく覚えて。覚えていな。どっちだ。悪いが、またモラを出した。南の水路の外れよ。眠りが浅かった。私が知ってるのはここ。わかった。パートドゥフルイ。何も驚くことは。秘密をさ。久しぶりだな。要件だけ聞こうか。最近順情報はただじゃないぜ。ここ最近一月前。それの、ね、ここは3。結局その銃は無。おそらくその弾痕が丸。誰かが半3ドルが東の方に銃をなくし。やめておけ。そうだな。あんたスピナディロースらがあんたをか。ああ。だからそこに関し。そうか。忠告は。はい。属性を見下ろせ。壊れた木の板。よく見てみろ。え、一度片付け。つまりってことは、おそらくな。サンドル行こう。調査を。これで情報は。ここの手がかり。うん。一月前、数週間後、そして数。死亡者はサンドル川で生活しており、いつも一人で行動し、生活状況は困窮していたそうだ。ああ、もし本当に彼自身も犯人は一体誰に。それなら彼の証言に。つまりあり。それだけじゃ。彼には穏やか小説に出てくるもっと重要な。じゃあこれ一日で犯人。こうしよう。これから数日間は普通に永遠を撮影し。でもさ、パイモン。だが霧の中を長く航行して。